衆議院議員をしております、カジノの是非は府民が決めるということで、たくさんの方が署名に参加してくれて21万人という数が、あの制限がいっぱいついた署名のルールの中で集まるという、この住民の意思、すごく重大な意思ですから、これから大阪府議会が行われて、でカジノの住民投票、これが賛成されるのか反対されるのかまだわからないですよ。でも報道では維新と公明党が住民投票なんかいらんと、そういう民意を踏みにじるような議決を、議会の議決をやるんじゃないかと言われてますけど、でももう一度議会を運営されている方、そして議員の皆さん、皆さんの良心に訴えかけたいですよ。これほど重い民意を無視して住民投票を切り捨てるんですか。住民投票絶対やらせなきゃいけないと思います。それから私はもともと大阪府の公務員だったんですね。これ大阪府の職員の皆さんも聞こえてますか。結構聞こえてますよね。私はなんで大阪府職員辞めたかっていうのは、都構想とかカジノとかそういう業務をやるっていうのは、もう職員として私は本当につらかったんですね。息苦しくて、こういう業務が増えていくということがもう我慢ならなかったんです。自分の時間を都構想カジノを進めるための時間に使いたくなかった。だから公務員辞めて都構想とカジノを止めるために自分の人生を使いたいなと、ということで公務員辞めたんですよ。だから大阪府職員の皆さんも、多くの方はおそらくもう都構想を二度とやりたくないし、住民投票でカジノも絶対進めたくないはずです。だから私は皆さんの良心にかけてみたいし、私自身、森友問題で大阪府庁前でたくさんの市民の方が集まられてて、でその時に通りがかってとか、一市民として外で見てたんですよ。で府職員頑張れという、そういうスローガンでスプレーコールを上げてくれてました。私は元公務員だったし、ここにおられる多くの市民の方もそうと思うんですけど、やっぱり府庁の中で現実現場を知っている大阪府職員の皆さんが、一緒にカジノはあかんやろと、カジノみたいな業務を大阪府として進めたらあかんやろと、そういう声を一緒に上げてくれるという日を夢見てますし、実現するのを信じています。こういう不当な議決とかみんなでバリケード張れる日を私は夢見ています。そして今日カジノの住民投票否決されても通っても戦いは続きます。市民の戦いは続きます。これはあらゆるチャンスを生かして、絶対カジノは阻止していかなければいけない。それは一つには統一地方選もそうでしょう。カジノ阻止の大運動をやって、絶対にカジノはやらせてはいけない。私たち市民の戦いというのはカジノを阻止するまで続きます。今日で終わりません。職員の皆さんも、そしてここにいる皆さんも共に頑張ってカジノ阻止しましょう。必ずできます。一緒にやりましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。